日本はね、あのアラブ外交頑張ってきたと思います、うん、アメリカの首輝きがあっても日本はその石油をね、うん、あの確保するためにはアラブの国々と仲良くしなきゃいけないんだというので頑張ってきたと思います。だけどもね、思い出してください、2015年のあの後藤健二さんと、うん、あの岩瀬春奈さんが、はい、あの IS の人質になった時に、うん、ちょうど安倍さんがあれあのテルアビブでしたっけ、はい、に行って、それでテロとの戦いに20億ドルを拠出するって言ったんですよ、うんうん、そして挙句の果て殺害したんですよね。あれはすごくみんな覚えているから、うん、日本はなんだあのアラブの友だと思っていたら、うん、結局アメリカの言いなりじゃないかということで、うん、あれでもって2015年のあの一件でもってものすごくね、あの日本のそれから日本はもうね、あ2015年の安倍さんのあの景況不発な発言から、うん、もうあのステータス失っているけれど、オスロ合意って昔ありましたよね、オスロ合意なんですよ。あれをあの裏で本当に汗をかいたのは、うん、ノルウェーという小さな国なんです、はいはい、だから日本がねあんなバカなことを安倍さんがやらなければ、うん、何かそういうあの勢力にあのの一つになれたかもしれないのにね、うん、本当にハマスが選挙にあの勝ったにもかかわらず実効支配とか言われているのもオスロ合意を認めないからですよね、うん、イスラエルという国家を認めないというなんですよね、うん、この時本当に希望がちらっと見えたんだけれどもね、ここから独立した国になっていくだろうという、ね、そうそう、それが自治政府です、ですよね、で5年という年限も区切って、うん、すごく前向きだったんですよね。いやトランプになると、うん、トランプがエルサレムを認めたりゴラン高原をイスラエルの領土だとさらにぐちゃぐちゃになって、アメリカがロシアにいや中国の台湾問題にしても言っている既成事実化、それによる領土の変更みたいなことをまさにイスラエルでやってきて、それをアメリカがトランプ政権が、それまでアメリカはそれに対して明確にこれは支持するっていうふうには言ってなかったわけですよね、うん、それ明確に法的にもお墨付きを与えてしまったっていう、この責任っていうのはやっぱり